はい、本日は用事あるので、普段3時前後撮影するところ、現在11時40分時点の撮影、平成最後の2019年4月30日、本日ピックアップしたニュースの情報。まずは韓国科学技術情報が、AI や ICT 利用した19個の公共サービス開発のために、今年四半期だけで合計200億ウォン以上を投資しますよ。30日本日ソウルで2019年度 ICT ベースの公共サービス促進事業説明会開いて、その内容の中で本格的に事業を着手する予定と発表していますとのことで、内容として AI やビッグデータ、ロボット、VR、バーチャルリアリティですね、などの新技術を公共部門に適用して、微細粉塵の災害の安全なんかも解決しようという計画です。韓国は大気汚染関連もあって微細粉塵にも力入れておいて、特にバス周辺道路の粉塵ビッグデータベース対応システムを構築したり、IoT ベースでおけるバス微細粉塵測定など、さらには道路清掃車の効率作業を推進する計画と、環境面をやはり優先しているとかあります。これ一番でかいのが 3D ホログラムを利用した可視化技術を追加していくということで、最終的には 5G とかに乗せて、昨日その前とかでもありましたけど、遠隔お見舞いとか、最終的には遠隔墓参りとか、そこら辺ぐらいまで落とし込んでくるんじゃないかな。もちろん5年10年単位の話だと想像していますけど、どうでしょう、今 AI は元より AR、VR が 5G サービスによって普及しつつあり、 IoT は当然としてブロックチェーンやドローン、自動運転のその先として 3D ホログラムが現時点有力な技術じゃないかな。韓国やソフトバンクがやっとるような衛星から電波と出して高速回線をストレスなく利用できるぐらいのところに来ると、タイプの先取りした 3D ホログラム面会サービスみたいなところに着手していけるんじゃないかなと思ったんです。 LINE をリアルタイムで 3D ホログラムで行える感じです。イメージとして自分が描いて、はい、ということで、では次、日本語はまだ着手する気ないんですかねというところで、バイナンス DEX が韓国語で利用可能になりましたよ。ただそれだけの情報なんですけど、バイナンスはもう多分日本語対応っていうのはしていかんでしょうね。別に Google 翻訳とかその他の翻訳技術使って変換することは可能ですけど、取引所自体がサポートしてるのと、外部から行う自分みたいな顧客者が勝手に変換ツール使って変換していくので、運転の差ですからね。やっぱりそれだけ認可されてないというか、旨味がないと感じてるのか、進出してもどうしようもないと思ってるのか、規制が厳しいって進出できるのか、まあ、様々な状況が絡み合ってると思いますけど。はい、ということで、単純な韓国語サポート情報でしたけど。次、韓国農林食品部が本日ですね、ソウルで農林食品産業の将来における成長フォーラムを開催し、内容として農林食品産業におけるブロックチェーンと未来農業を発表しましたよ、と。これ素晴らしいのが、農業やブロックチェーンを結びつけようとする韓国政府や国自体の試みだけでなく、今回の開催内容はネット中継されて Facebook や YouTube のチャンネル通して視聴できる。韓国ここら辺のところ結構やっとんですよ。あんまりも出てこんですけど、さすがに字幕に英語表記ぐらいをつけるとめちゃくちゃ見る人というか理解してもらえるんじゃない。韓国だけで幕仕立てられて最低英語表記ぐらいがないとわからない人が多いから、日本語に変換しろとは言わんけど、逆に英語圏内以外の人がこうやって知ってほしいとか広めたいとか、それなりの目的意思持って行っとる内容だと、英語字幕を自分も思うけどつけた方がいいのかな。長すぎてめんどくさいで最初からずっとかけとるんです。今回は英語物語アプリでやったことあるんですけど、時間がかかりすぎて英語の勉強になるのはものすごく楽しいんですけど、あれを30分10何分とかの動画をどんどんやっとると時間的にな。でもあれは自分でやらんと成長につながらんし、語学理解にもならんから本当はやった方がいいよな。あれは外注したり、もっと言えば YouTube のシステムが進んで勝手に変換して精度が高くなっても、あれはやっぱ自分でやった方が語学理解とか文化理解につながらんかなと思っとんですけど、思っとんなら早手を動かせよといつもお前言っとるだろうという感じで、何にせよこの点の発信情報はすごい。はい、毎度仮想通貨のクレカ決済で同じシンプレックスと仮想通貨取引所ディグフェニックスが提携してクレカやデビットカードで仮想通貨購入できるようになりましたよ。ほぼどうぞこの取引所もクレカ関連の決済導入したい場合はシンプレックスが一番の現状を見とる。はい、ということで単純な提携情報でそれ以上の記載はありませんということで、次に UFJ は本当国内を攻めたいのか海外へ行きたいのか、事業展開がなんか曖昧になっていていまいち理解しにくい部分があるような。三菱 UFJ ファイナンシャルグループはインドネシアのバンクダナモン銀行に約4000億円ほど投資し子会社化したと発表していますよ。国内に目をつけて海外進出へブロックチェーンとか仮想通貨関連とか多くを含めて展開の拠点を移した方がいいんじゃないかな。日本国内事業だと結構バッティングして子会社クレカ関連の
もありましたけど、撤退していくとか、本社の従業員減らして他の部門へ移していくとか、単純な早期退職じゃないですけど、割かし事業展開に苦戦しとって、人員削減したいんだけどできないからっていう動きが表面から感じられますね。日本をある程度捨ててみて海外で利益出せんかったらまた戻ってくるとか、こんな感じの方がいいのかな。規制がない分海外展開も面白そうなことやってるとかありますけどね。日本の方がどうしても独自トークン発行とかブロックチェーンサービス含めてやはり規制があるのでほっといてとかあります。手が進めれん、ちょっと迷走気味かなーというところ。はい、次、仮想通貨取引所バイナンスのベンチャー部門バイナンスラボがフィッシング詐欺などセキュリティを高める目的でフィッシュフォートに投資したと発表していますよ。バイナンスを盲目的に信じ取るわけじゃないですけど、それなりに投資対象のところ下手を取るところがなくて、ある程度の結果で取るところを無難に拾ってきてるからいいんじゃないかなと思っています。と同時にセキュリティや個人確認などバイナンス自体が専門的に行い分野、自前で揃えれないところは投資なり買収なり提携なりして技術を共有し合う形の方が、バイナンスボスでいうディテックスを開くんだけど一人の意思決定に束ねるのではなく民主的にやっかなっていくっていうのがこれからの、まあ今も行ってますけどハイブリッド的仮想通貨の営業形態かな。政府管理から逃れたいからディックスにこだわれるんじゃなくて、中央のいいところ分散型のいいところを総取りして、どっちがどっちってプライド張って個人になるときなんていいところにしていけばいいのかなと最近なんか柔軟に思えてきましたけど、それはバイナンスボスの発言で気づかされた感じです。はい、次、ボーイング 737MAX ジェットのソフトウェアアップデートに関して認定フライトテスト前に最終的なテスト飛行を完了していますよ。テストパイロットは最新のソフトウェアを利用して250時間弱ほどの飛行時間をテストし、世界中で50人以上のオペレーター 90% 近くがソフトウェアアップデートを行いましたよ。ボーイングの墜落事故においてこれだけソフトウェア面を改善してテストし認定飛行に挑むということは、それだけソフトウェアの部分が大事ってことですね。逆に自動運転などでもこの部分がしっかりしとれば最悪の事故などは避けれるという可能性が高いという結果を証明しとるから、特に自動運転や飛行機、船など大量の人や物を運ぶ乗り物に関してはソフトウェアの部分がかなりの割合を安全面に関して占めていくような、それだけ機械制御でなく電子やプログラム制御の方が上回ってきたと証明ですね。ボーイングはこれで会見も行ってそこら辺の言及は特にということで避けましたけど、これで改善してまた世界は安全飛べるようになれば、ソフトウェア技術が他の航空会社と共有してきて世界的にいい技術開発につながっていくよなぁってことです。はい、次、Amazon がインド国内において Android ユーザーのための Amazon Pay を利用した個人間 P2P 支払いのスタートを発表しましたよ。 Amazon アプリ UPI プラットフォームを利用して即時の銀行間取引や請求書にその他費用を友人と決済したり、家族に貸し出したり、返金したり、さらにはサービスの支払いなども行いますよ。Amazon アプリ内の UPI QR コードスキャンによって、Amazon の配送担当者に支払いを行うことも可能で、Amazon はこの手のサービスを最終的に全世界に落とし込みたいんじゃないですか。このパイロット成功していけば、最終的に計画はインド全域に拡大することを狙っていると、Amazon はインドで P2P 支払いに関しては遅れていて、ライバルの Google Pay などがすでに P2P サポートしているところで、そのあたりで遅咲きながら着手していったという形です。中国は撤退していった分インドの方へ力を入れていくのかなという感じです。はい、次、 IOST とネオワールが提供して IOST ランドを5月上旬に IOST のメインネットでローンチ予定です。本日は仮想通貨関連のプラットフォームサービスのローンチ関連が多いですね。これで EOS やイーサリアム、トロンなどを追いつけ追い越すという形です。ネオワールドを特にユニティベースにした 3D の世界で土地の購入や建物の建設なんかを行うところでして、クローズドベータ完了してるし、このあたりのメインネット乗っけてくるという期待もありますわね。開発プラットフォームが先ほども言った通り乱立して上すぎるぐらいに性能が高くなれば、開発競争がいい意味で激化して、さらに技術向上が見込めますよね、というところで。はい、次、ニューヨーク証券取引所の親会社インターネットコンチナル取引所 ICE が手掛けるファットがデジタルアセットカストディカンパニー DACC を買収しましたよ。 DACC は13のブロックチェーン100以上の資産サポートしていて、さらにファットはニューヨーク州当局に対して信託会社として運営する許可申請も行っていますよ。このビットコイン先物出るとか噂ばかり先行してなかなか出んところで、そのほとぼりを埋めるところをやってとるのかなという感じですけど、そ
相場影響的には金融商品だけとか政当局の承認などだけでなく、さらにはビットフェニックスのテザーとの癒着だけでもなく、世間的な気まぐれで動く方が多いようなと、仮想通貨関連に関してはニュースの影響があってないようなもんで、バイナンス絡みのプラスニュースだって全部が全部相場情勢につながるわけじゃないから、技術と相場だけは直結しん方がいいかなーって、バックのニュースを見る限り毎回思っていますけど、はい、次。これは逆にひどくて、こんなことやっとるんだという意味で取り上げたんですけど、韓国で原産地偽装だけでなく、賞味期限過ぎた食材を利用しているお店が大量に摘発されています。釜山の警察において食品衛生法違反や農水産物の原産地表示法違反などの疑いで、13店舗が摘発されたとして、店名は全部受け取るということは、それだけ悪いことやっとると。内容としては、賞味期限を3ヶ月ほど超えた、トッポギ用の材料や鶏肉なんかを使用として冷蔵庫に保管していたし、唐辛子粉を国産表記しておりながら実際は中国産使用していたところもあり、これだけではまだまだ大したことないとか、他の店舗では食品材料を廃棄物と一緒に保管、さらにトイレで食材保管なんかなって、ひどいところではマウスのオブツや害虫なんかと食材保管してるとかって、これは家庭レベルとかそういうあれじゃないですかね。冷蔵庫がない時代とか土の中とかそういうとこじゃないですかね。これ韓国ですね。それが経済的になんか困ってるわけじゃないですか、これは。ここまで行くともう悪意を持ってしかやれんすよ。この人間以外の生き物が非常に食べると効果があるとか立証されてるのはあれですけど、常識的にプラス面の効果が当たるとは思えん、こうですね。ものすごいひどいことやっとるなっていう意味でこれ取り上げた。こんだけのところで店舗名出せんけど、これ韓国の人たちとか多分わかるんじゃないですか、ここら辺のところで。写真提供してるのも釜山のであって、ここまで地域名とかさ、多分現地の人たちこれわかると思うんですけど、これでも営業停止どころじゃないですよね、これ。絶対行きたくないですよ。体にいいとか、なんかすごい頭が良くなるとか、ガンが治るとか言うなら意地でも食べるけど、こんなことやっとるんだというところで、教育の意味で取り上げましたということで。はい、次。スリランカ自爆テロのうち少なくとも一人が IS から訓練を受けていたことが明らかになりましたよ。関連性は今まで指摘された一方、テロリストが IS の訓練を受けた事実が具体的になったのは今回が初めてで、影響を受けただけでなく直接関連があったということは確認された事実ですよ。確かにこうやって言われて、ああそうかと思いますけど、後付けで言うわけじゃないですけど、あれだけの広域範囲に及ぶ同時時間に明らかに生きて帰ってくる気のないような行動がビデオや写真からただ撮れるところは素人の仕業じゃないですね。あれ同じこと自分にやれって言われてもできんすよ。花もバックパック背負って歩いてるだけでビビって帰ってくるか、それ本当に川に捨てて逃げてきますよ。多分どっかでちびってますよ、ね、怖い怖い。それかもう警察に助けて、全部喋るから助けてかくまってくれ。そう考えると訓練を教える方は本当これプロの集団だよな。逆にそのプロの戦闘集団を御制したり削減したり方向転換させるプロがいないっていう現状が世界的に改善内容のコストだな。スリランカ絡みはこれまだまだどんどん事実が浮き彫りになってくるでしょうね。毎日毎日を本当時系列で上書き上書きされていくというところで。はい、でまあそんな感じで次。カナダ規制当局が仮想通貨マイニングに対する新しい規制を発表しましたよ。ハイドロケベックブロック産業に300メガワット割り当てるようとして、300メガワットの内容としては、ハイドロケベックが承認した既存の顧客すべてに与えられている158メガワットに加えて地方自治体のディーラーによって承認した既存の顧客に与えられている210メガワットを加えますよ。カナダは低エネルギーコスト、高いインターネットスピード、そして有利な規制体制があることによって、イノベーションある主要な仮想通貨国として認定されているので、さらに規制緩和し電気料金も安くて、マイニングするなら移行するっていう拠点になってきますわね。仮想通貨のマイニングは結局、電気料金が安いか仮想通貨の値段がバカ高く上がれば、どっちかになれば損益分岐点を超えるわけであって、この場合で言うと電気料金が安いのは分かっとるから、大手がマイニングファーム作りたいと思うなら、カナダで建設していくという狙いが増えていくだろうな。だから各国でマイニングの電気泥棒がいろんなとこへ忍び込んで、建物の中の横領していくっていうのが増えていくわけだ。国によって特色があるから、観光や地形の影響があるから、全部国が全国、全てがマイニングに関して有利な条件じゃないけど、少なくともカナダに関しては損益分岐点を含めたところで有利な面というのが事実ですよね。はい、ということで次はオーラス。仮想通貨ウォレットのエレクトラムがマルウェア、エレクトラノスマイナーによって15万ほどに感染が達しましたよ。ビットコインの被害額だけに関しては450万ドル以上に増加していて、特にボットネットの感染コンピューターが東南アジア、インドやアジア太平洋が中心になっていて、ブラジルやペルーにもあるということで、
あの国はないですか？東南アジアで、はい。あまり大きい国でとやられそうだけど。相変わらず相場が増えようが下がろうが、まあ、レイヤー関連はどうしても金の虫になるので、どんどん湧いて、ハックと比例して増えていきますよね、ってことで。はい、どこ、そんな感じで本日も来ましたけど。きな臭いスリランカテルを除けば、ボーイングのソフトウェアテストを行ったや、仮想通貨関連の開発プラットフォームを着々とローンチに向けて動いているところで、プラス面のニュースの方が割かし多いよな。韓国関連は相変わらず前向きな投資、新技術開発、研究が盛んで、世間が休みだろうが土日だろうが、ほとんど影響を受けん国だよな、とメディア関連に関しては。さすがに仮想通貨が下落すれば、ギャラクシーデジタルといえども、損失計上を出し取るというのが、あそこまでとは意外だったな。マイニング関連だけに携わってなければ、それか独自トークンを発行しとるとかなければ、そこまでの影響はないのかなと思ったけど、あれが意外だったな。仮想通貨の内部を掘り下げていけば、ファイバーがパックス統合したりと、トークンスワッププロトコルが地味に開発進んできて、年数ぐすりもあって、やはり開発分野、仮想通貨やブロックチェーンといえども5年ぐらいの目処が必要なんかなーって。韓国のあれだけずさんな食品管理が今浮き彫りに出たってことは、これまで水面下でゴロゴロあったってことに、まだまだあれはあるってこと。あれが経済的に進んでない国にあるならわかるけど、韓国であれだけあるってそこまでやらなかん状況によって何を追い詰められてきたのかな。氷山の一角じゃないでしょうね、あれは。天命伏せて、日本もそういうのが出てきませんようにということで。はい、とそんな感じで、本日は若干早めの時間に撮った2019年平成最後の4月30日、本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。